はい、皆さんこんにちは。インスパイアの小田です。今日はですね、愛媛県の新居浜の方に、来てます。今日はですね、昼からですね、新居浜で、公演がありまして、夜は西条市っていうところで公演とダブル、ね、公演を控えておりますけど、その前の午前中にですね、動画を撮っておきたいと思います。はい、今日もですね、ユーストリームを使いまして生中継で15分間ネットビジネスに関する情報をお届けしていきます。今日もよろしくお願いします。はい、今日のテーマはですね、実は結構ですね、 Facebook セミナーの冒頭でお話している内容なんですが、おそらくこの部分の動画を撮っていないっていうことに気づきまして、今日はですね、改めてお届けしたいと思います。はい、人は安心して商品やサービスを買いたい、だからこそ今 Facebook が注目されるんだということについてですね、お話ししたいと思います。まずはですね、こちらのスライドからご覧ください。はい、これはですね、いつも私が冒頭で話している内容ですよね。ちょっと話しますね。まず、まず人はインターネットがない時代どうやって、物を買っていたかっていうような話の時にいつもするんですけど、まず最初は名前を知らない人より名前を知ってる人から買うという話。これは、分かりやすく言うと、皆さんの、ご自宅に誰かがですね、商品を売り込みに来た時にピンポンとしてですね皆さんがはいと出ていく時に、そこで、トヨタですと言われたら開けるかもしれないけど、横田商店ですって言われたら開けないかもねっていうことですね。要するに、ここの時点でトヨタっていうのを聞いた時に、その売ってる人の名前、会社名を知っていれば、もしくは売ってる来た人の名前を知っていれば人は買いやすいけど、知らない人からは買いにくいっていう話です。で、これは、めちゃくちゃ大事な話で、ここをクリアすることがまず第一ステップなんですね。なので、今までどういうふうな反則手法が使われてたかっていうと、テレビのコマーシャルでトヨタですっていうことを、もしくはこういう商品ですっていうことを連呼するものがあったわけです。これはもうめちゃくちゃ大事です。皆さんは生まれた時にはトヨタっていう会社を知らなかったはずだしなんですね。例えば、ホンダっていう会社、ソニーっていう会社、パナソニックっていう会社を知らなかったはずなのに、ね、親からトヨタっていう会社があるよなんて教えてもらってないのになぜ知ってるかっていうと、コマーシャルを見てなんとなく、知っちゃったんですよね。皆さんは知りたくなかったのに知っちゃったじゃないですか。これが一番大きいわけですね。人は名前を知らないより名前を知ってる人から買うという話。じゃあ次、2番目です。2番目ですね、何が出てくるかっていうと、名前を知ってるよりも顔が分かった方がいい。これはピンポンって言った時にトヨタですって言った時点でもうね、ガチャッと開けてもいいけど、一応こういう穴覗きましてですね、覗きまして、そこで顔を見てですね、その相手の顔、そこでロボットは出てこないわけですよ、ね、人間しか出てこないわけですよ。そこで顔が分かった方が安心して買うよねと。例えばそこでね、覆面してたらね、買わないかもしれないし、怖い顔だったら買わないかもしれない。だけど顔が分かる、なんとなくその人の雰囲気が分かる、もしくはチラシで見た顔だ、看板で見かけた顔だ、コマーシャルで出てた顔の人だっていうのが分かった方が安心して開けると思うんですね。これ今大事な話をしてるんですけど、まだ戸を開ける開けないって話なんですよ。買う買わないの前に戸を開ける開けないって話なんですね。で、顔が分かったら開けるという話ですね。これ2番目。で、今度3番目。3番目は、顔が分かるよりも会ったことある人から買う。はい、これはどういうことかっていうと、そこで顔が分かるっていうのは、顔を見たことがある、もしくは顔を見て、この人大丈夫そうだと思うっていうことなんですけど、思ったとしても実際に会って話をしてみないと分からない人って言いますよね。例えば すごくですね、写真写りがいい、ね、
人だけど実際会ったら違うとか、性格が全然違うとか、話してみたら全然違う人だったとかっていう経験皆さんもあると思います。なので、大事なこと3番目は、会ったことある人から買う。ピンポンとして見て顔も分かって、あ、この人前にも来た人だと思えばもう一回ドアを開けて話を聞こうと思うかもしれないけど、そうじゃないと、やめとこうかなと思うかもしれないっていうのが3番目ですね。4番目は、会ったことある人からよりも使ったことある人から買うっていう、これもねめちゃくちゃ大事なんですけど、そこで会ったことある人がですね、うちの商品こうですよ、ああですよって話をします。よく例でね、私が出すのは、ここに、iPhone がありますと、ね、iPhone 私は売ってますと、これね今ねすごい売れてんですよと、うちのお店の売り上げナンバーワンですと、またねこれすごいねいいらしいです、こんなことがあってお客さんからこんな風にいいって言われてますということを言った後ですよ、この iPhone なんですけどね、僕ね使ってないんですよと、だけど買いませんかという人から買いますかって話なんですね。なんでいいんならあなたは使ってないのね、話じゃないですか。だから、人は使ったことある人から自分が使っていいんだよっていうことを言った方が安心するわけですよ。ね、安心して物を買うわけです。で、5番目。使ったことある人からよりも使ったことある物を買うっていう。これ最後ちょっと人じゃないんですけど、これはどういうことかっていうと、人は、物をね、持ってるわけです。事前に持ってるものが、この世にない新しいカテゴリーのものっていうのはないんです。iPhone に至ったとしても画期的な商品ですが、これは携帯電話の代わりなんですよね。ガラケーの代わりじゃないですか。だから、今のガラケーが良ければ、別にそれでもう一回ね、ガラケーでいいじゃん。というふうに人は物を買っていく。要するにですね、失敗したくない。ね、リスクを背負いたくない。だから、より安心できるものって何って考えていくと、こういう人から物を買うっていうところがあったわけです。で、これは、インターネットの登場で大きく変わりました。こういう、今自分の目の前にいる人から買わなくても、検索すれば、同じものをもっと安いとこ、もっといいとこで売ってんじゃないのということができるようになったということ。これが非常に大きいよって話をしてきたと思うんですけど、だけど、インターネット通販の弱い点はどこだったかっていうと、そもそもあなたは、こうやって今までね、リアルでは物を買ってきたのに、名前を知らない、ね、検索して出てきた、よくわからんとこから買わなければいけないっていうリスクがあったんですね。名前を知らないんですよ。物はあるけど、売ってる会社を知らない。もしくは、そこで誰が売ってるか顔も出てない。店長の顔も出てないとこで買わなきゃいけない。ね、3番目。会ったことある。会ったことない。会ったことない人から、物はあるけど、そこで買わなきゃいけない。その人が使ったことあるかって書いてない。これ、ね、すごく大事なことを今話してますけど、ネットショップでなぜ物が売れないかというとですね、知らない人から買わなきゃいけないし、店長の顔写真は出てないし、店長は会ったことないし、店長は自分の商品を使っていいよってことを書いていないっていうこと。だからここをクリアするだけでもネットショップは売り上げが上がります。で、この話は、今までのネットの話なんですけど、なぜ Facebook が注目されるかって話をしていきます。はい、まず一つ目なんですけど、名前を知らないより名前を知ってる人から買う。これね、Facebook がすごい点っていうのは、Facebook は、実名である。友達、実名。これは、個人名も、会社名も、実名であるっていうことですね。なので、名前は知っている。要するに、名前は分かってる状態。でやるっていうこと。誰が売ってるかっていうことが分かってる状態でやる。で、2番目、顔が分かる。Facebook は、
顔写真、顔写真が必須であるってこと。必須ですよね。だから、もうすでに Facebook 上で、お店側、お客さん側っていうのは、顔が分かった状態で商売をしている。Facebook の友達は、会ったことある人と、つながっているってことなんですね。つまり Facebook では実名であるっていう話ね。実名であるっていう話と、で、さらに顔写真が必須であるっていうこと。そして会ったことある人とつながっているという。ね。顔写真だけじゃなくて、実際に会ったことある人と友達になっているっていうこと。で、4つ目。これ何かっていうと、Facebook では、仕事ぶりを、投稿している。だからこの4番目が大事なんですが、Facebook ではその人の会社でどんなことを自分がやっているか、どんな仕事をしているかっていうことを投稿している。自分が、うどん屋さんだったら自分家のうどんを食べてるっていうことを投稿する。実はまかないでね、食べてますとか、これだけでもう実は効果があるっていうのは、自分が食べているっていう証拠だからなんですね。自分家で、こういう商売をしていて、こういうことを実際に自分もやっているんだよっていうことを書くだけ。これは売り込みをしているんではなくて、自分が自分家のものを使ってるよ、食べてるよ、試してるよっていうことですね。これだけでも効果があるということ。ここが叶えられる。要するに Facebook っていうのは、すでにお互いが会ったことがあって、相手の名前も分かっていて、顔も分かっていて、その人がこんな仕事をしている、こんな商売をしているっていうことが分かった状態で、あなたは誰から買いますかっていう話になるので、当然、検索するよりも、知らない店に行って買うよりも、いつも会っていて、いつも顔が分かっていて、いつもどんな仕事をしているか分かっていて、その人がこんな名前でっていうことを分かった人から買った方が安心だよねっていうことです。これを実現できたのが Facebook ってことなんですね。だから、Facebook っていうものは非常に面白いのはですね、今までの商売の考え方っていうものの、ベースっていうものがちゃんと Facebook という、このサービスを使うことによって実現できるように作られているっていうことなんですよね。何も新しいことをやろうとしてるんではなくて、リアルで行われている皆さんの生活であったりとか、物の考え方であったりとか、人とのつながり方であったりとか、こういったものがいかにリアルと同じような形でできるかっていうことを追求しようとしているっていうのがこの Facebook のシステム、サービスなんですね。だからこそ、結局 Facebook で大事なこと、Facebook で商売する大事なことは、リアルをちゃんとすることだっていうことになっていくわけです。それリアルをちゃんとしてるってことが、結局 Facebook を介して、より多くの人に伝播していく、伝えていくことができるっていうものが、Facebook っていうものなんですね。はい、ということで、今日はですね、なぜね、Facebook かということで、いつも私が冒頭にですね、お話ししている内容なんですけど、人はね、安心して物を買いたいんだと。で、人が物を買うときに今までやっていたことが、ちゃんと実現できるようになっているということなんですね。で、人々が検索に頼るということは、いかにリスキーだということなんですね。このリスクを背負うからこそ、この逆に言えば、この検索しているユーザーに対して、このリスクをいかに、ね、取り除くかということが、実は、ネット通販で、ホームページで制約するコツでもあります、ね、ちゃんと信用できる存在であるということを明かすこと、自分自身の顔を明かすこと、どうやったらリアルでもちゃんと商売しているかを伝えるということで、仕事ぶりを書いていく、ブログを書いていくということが大事ということにもなっていきます。はい、ということで、今日はですね、人は安心して商品やサービスを買いたいんだ。
ということを、なぜ Facebook が注目されるかについて改めて解説いたしました。インスパイアにお答えした。ありがとうございました。バイバイ。